敵打ったるからな。お、あよ寺田屋に行くぜ。そうだね。あ、そんだけか。もっといろいろ喋ってくれるかな。おいおいおい、邪魔すんな。じゃなんじゃこいつ。誰か知らんけど、あ、なんか喋ってる。相手は半端な腕やない。気抜いたらしまいな。いびきがうるせえな。な、はい。じゃあ沖田を連れてると寄り道もできないので、まっすぐ寺田屋に行くしかねえな。あ、武田。そうだ、5番隊も来てるって言ってたね、局長が。伊藤さんも。斉藤君、君も来ていたのか。来ましたよ。伊藤、局長命令ですから。この寺田屋に井上さんを殺した坂本龍馬という土佐者が潜んでいる。今から踏み込む。うん、ああ分かっている。だが君は必要ない。あ、この件は私と武田の5番隊でやらせてもらう。おい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 、局長命令なんだが。君は新入りの隊長だ。あ、でも局長と接触してること知らんのか。先立ての池田屋の一件しかり、敵を取り逃すようなことをされては困る。それ言われると弱いな。それは池田屋のこと。とにかく余計な手出しは結構。ここは今参謀である私の指揮下にある。いや、ここの指揮は一番隊に取らせてもらうで。そうだ、沖田もいるんだ。沖田君、君までやってきたのか。まあ聞けや伊藤班。今さっき局長と会ったんやけど、あんたにええ話があるらしいわ。あ？は？何言うつもりだ。局長が。なんや、引退の相談をしたいらしいわ。うわ、駆け引き。何？近藤局長が引退されるというのか。大嘘じゃねえか。わしもようわからんけど、あんたを豚書に呼び出すよう仰せつかったんや。ここの試験はわしに任せる言うてな。後のこと全部押し付けようとしてる局長に。沖田君、言うまでもないが、もしその話が嘘だったら切腹者だ。切腹なんかするわけねえだろこの人が。別にええで。せやけど副長に次期局長の座を奪われたくないんやったら、早う行った方がええんとちゃうか。くっ、私は豚書に行く。あとは一番隊に任せよう。ああ、こいつにとって一番優先度高いのが局長の座なんだな。別に5番隊はついてかなくてもよくない。伊藤は何より局長の座を狙っとるからな。武田も言っちゃったけど。苦しい言い訳やったが、あとは勇美ちゃんがうまいことやってくれる。全部押し付けたな。それより邪魔者はおらんようになったで。坂本龍馬を殺す資格があるんはわしかお前だけ。そうだな。ああ、だが一つその前にやっておきたいことがある。最強のコンビだな。なんや。踏み込む前に寺田屋の女将と女中を逃がしてやりたい。長いこと世話になってる。切り合いに巻き込みたくない。まあそうだよな。気持ちはわかるが、しゃあないやないか。逃がすっちゅうても、どうやってこの状況で知らせるっちゅうねん。裏口から回ってどうにか合図を送れればいいのだが。なあ、面倒やな。わしはもっと正面からババッと踏み込んで思いっきり暴れたいっちゅうのに。わかった。そやったらとりあえず裏口に回ろうや。二手に分かれるんじゃダメだろ。それでええな。正面と裏口。ああ、大丈夫だ。ほな行くで。裏口から静かに入るんや。まあここは足並み揃えた方がいいのか。でも両方から攻めた方が逃げ道も塞げそうでいいような気するけどね。裏口か。うん、こないな時間に風呂か。優雅なもんやな。音がしている。誰か入ってるな。あ、お涼ちゃんか。覗いてみる。案外例の坂本龍馬かもしれんで。いや、お涼ちゃんなんじゃないよ。はじめさんのエッチにならん。これムービーになっちゃった。お涼ちゃんじゃねえか。どうや、誰かおるか。あ、でも誰かおるの。逃がすチャンスだね。俺だ、お涼。はじめさん、そんなとこで何してんの。聞いてくれ。今この宿を
新選組が囲んでいる。覗きやすい風呂だな。坂本龍馬って客が来ているな。2階の客間か。せやけど、なんやの。もうすぐ新選組がここへ突入してくる。お前は静かに、おかみさんたちを連れて寺田屋から逃げろ。坂本さんを新選組が。詳しい話は後だ。急げ。うまくいったのか。よし、そしたら行こうか。はじめちゃん、珍しくうまくことが運びすぎな。坂本様、え、新選組が来ます。はよここから逃げて。え、あれはお龍の声。ああ、どういうことだ。そっちの坂本龍馬との方が深い関係だったのか。ああ、行くしかなくなっちゃった。踏み込んできよった。え、あれどこの家紋だ。なってきたやないか。行くで、はじめちゃん。ああ、でも沖田と一緒に戦えんのか。そりゃ悪くねえな。坂本龍馬を探せ。スピンオフだからできることだよな。龍が如く本編で真島さんと桐生さんがこんな一緒に戦うなんてことなかったんじゃないの。初めてのことでは。よいしょ。まあ、スピンオフでの出来事を初めてって言っていいのかは知らんけど。いや、しかし数多いな。池田屋の時より人いるんじゃねえの。いや、近くで沖田が戦ってんのめちゃくちゃいいな。痛い。切られちゃった。おら、まとめて片付けてやるよ。てか、お涼ちゃんはあれか、あっちのもう一人の龍馬との方が関係が深くて、斎藤はじめのことを探れとかなんか言われてたんじゃないの。それでなんだろうな。うん、あの時も龍馬の部屋に入ってきたりだとすると、なんか辻褄が合ってしまうな。お上はどうだろうね。お涼ちゃんはともかく。うわ、すげえすげえ、なんか倒しても倒しても湧いてくる。あれ、なんかやたら敵湧いてくるけど、どっから湧いてんだ。どっから敵増えてんのか全然わかんねえ。あ、なんかアイテムある。拾って、あ、みんな倒したかな。で、ここ通れるようになってる。行くぜ、起きた。いや、この二人並んでんのすげえいいな。同じに。よくあるやつ。ああー、起きたと分断されてしまった。別の道から回り込むしかなさそうだな。超えられるだろ、こんぐらい。ふざけんなよ。いけるだろ、ここ。回り込む。うおー、敵いる。いやー、沖田がなんかすっかり仲間になっちゃったな。うん。おっとっと、2人にとって倒すべき敵が今一致してる状態だもんね。偽坂本龍馬で。ってことは長倉も同じスタンスのはずなんだけどね。源さんの敵取るっていうので。長倉今何してんだろう。遅かったやないか。上へ上がれ。頼りになる。味方だとめちゃくちゃ頼りになるな、この人。ちょっと待って、なんかでかいのいる。あいつは後回しだな。よし、こういう時はもう乱舞の方が一番合うね。ああ、すっげえ巻き込める。なんかこっから落とせねえかな。おい、行くぜ。あ、なんだ、角にぶつけるやつか。落としたかったのに。よし、まだまだ行くぜ。どこだ、あれ、どこ通ればいいんだ。あ、こっちか。こっち行って、こっち行って、いるねいるね、まだいるね。それこれ便利だな。4人同時に撃退できる。あれ、起きたどこ行った。そこか。じゃあここ。うえ、あ、ちょっとでかいやついるな。こいつは中ボスっぽいね。ヒットポイントが多い。他のやつ倒してからだな。よーし、うまく返した。おら、
よし、途中から沖田全然戦ってくれなかったわ。ここか。あ、ハイルになった。追い詰めたか。そんなに広くないもんな寺田屋。池田屋よりはいた。俺ちょっと疑ってることあるんだけどさ。くそ、たった二人でわしらの仲間、なんちゅうやつじゃ。いやこれ兄弟じゃないよな。お前が坂本龍馬なのか。源さん倒した時は拳銃使ったんでしょ、剣だけじゃなくて。坂本先生にはわしらが指一本触れさせんがじゃ。いや手下もちゃんと土佐弁だもんな。坂本龍馬の名前気軽に語ってるだけじゃなくて、やっぱ手下も土佐弁っていうのがすげえ引っかかる。これ兄弟かもしんない。ちょ待て、まずは周りのやつを片付けよう。あ、でもちゃんと沖田も戦ってくれんだな。よし、周りのやつ倒して二人がかりに持ち込みたいな。おりゃさて、あとお前だけだな。いや、なんか構えも似てない？ほらほら、なんかお互い構えてると龍馬と同じ構えに見える。これやべえ、兄弟かも。だとしたらなんかいろんなことの辻褄が合う気がすんな。まあ東洋を殺そうとした理由は分からんけど。くそ、残り一人になると沖田が全然戦ってくれなくなるんだよな。縦にバサー行くやつ。今の縦バサーで網傘切っちゃえよ。何やってんの。よし、返した。おら、ちょっと沖田もやってよ。俺ばっかじゃなくてさ。沖田戦ってるふりしてない、あいつ。しょうがねえな。おら、これで終わりか。あー、でもそんなに効かねえな。そんなにダメージ入らねえ。よし、なんか最近ほんとヒートアクションより通常攻撃の方がダメージでかく感じんな。いやー、ちょっと兄弟な気がしてきた。土佐弁の部下、拳銃で撃たれた。お前がもう一人の坂本龍馬なのか。誰なんだお前は。そして処刑された兄弟。お前の目的は何だ。なぜ俺の名を語る。答えろ。お前がおやっさんを殺させたのか。そうなんだろう。なんとか言え。喋ろうとしないのも。アモさんの敵や。そうだ、沖田もいる。あった。背中に火傷。幼い頃に龍馬をかばって大火傷したってエピソードあったろ。何やと。なんてこった。はじめちゃん、窓や、窓から逃げよった。おうで、はじめちゃん。顔こそ見えなかったけど声聞かれたくなかったんじゃないの。かたくなに喋らなかったのも知ってる声のはずだもんな。うん、まさかあの火傷。見せびらかしてたもんな、わざわざ脱いで。踊るな、そこ動くな。あ、見回り組。見回り組の佐々木か。何の用や。来ないなとこで何しとんねん。あれ、俺たち捕まえに来たんじゃないよな。見たらわかるやろ。不定老子の取り締まりや。そうだ、邪魔すんな、帰れ。そりゃご苦労なこっちゃな。せやけど、こっから先は見回り組が預からせてもらう。ん？何やと。あ、別に斉藤さんたちを捕まえに来たわけじゃないのか。よかった。坂本龍馬は見回り組が預かる言うとんね。え？な？あっちのだよな。なんだと。こっちのじゃなくて。これは幕府ご公儀の命令や。さすがにこっちの龍馬の正体は。坂本龍馬の件。バレてないよね。新選組の手出しは無用。ふざけんなや！坂本は新選組の幹部殺した男や。
それを手出し無用とはどういうことやねん。さあの文句があるんやったらお上に言うたらどうや。わしらに命令した幕府のお役人に。幕府か。おい、誰なんだ。見回り組にその命令を出した役人ってのは。幕府軍艦奉行並み勝林太郎や。あいつか。勝林太郎。もう一人の龍馬を最後に紹介してたやつだよな。その方がお互いの身のためなんとちゃいまっか。謎だらけの三番隊隊長さんよ。うわ、ちょっと目つけられてる。あいつもやっぱ迫力あるな。龍が如くでは渡瀬だったやつだね。あ、まだ終わりじゃないのか。10章すごかったな、ボリューム。この章は。しかし見回り組に邪魔されるとは思うてもなかったな、はじめちゃん。もうすっかり仲間だな、沖田が。こんな一番の仲間になると思わなかったわ。さっきから様子が変やけど、なんかあったんか。真島さんの面で。いや、なんでもない。ちょっとな。長倉味方につけてえな、うん、やってくれたな。あ、お前ら。あ、怒られる。これは怒られる。そういえばなんか適当なこと言ったわ。おう、伊藤藩やないか。それに武田に平助まで。どないしたんや。あ、東堂もいる。とぼけんな。近藤局長の引退の相談って、あれはとんだホラじゃねえか。なんか東堂のスタンスってよくわかんねえよな。なんやそれ。よう覚えてへんな。司令官組だけど。何しとんのか。悪い、お前の嘘のせいで。なんだろう、坂本龍馬取り逃がしてしもたやないか。沖田長倉とは出身が違うんだもんね。そないやったら五番隊も残ってればよかったやないか。伊藤藩に尻尾振ってついてったくせして。いやそうだよな、五番隊は別に行かなくてもよかったもん、あん時。俺舐めとんのか。まあまあ落ち着いて武田さん。沖田さんもそんなに煽らないでくださいよ。いや、なんかこの人腹が見えないよな。なんや平成、お前どっちの味方や。うん、どちら。別に俺はどっちの味方でもないですよ。ただ最近の近藤さんは何を考えているかわからない。なら伊藤さんが局長になった方がやりやすいとは思ってますけど。平助、お前東堂怖え。もういい平助、こんなバカ相手にしてでも拉致が開かねえ。いいか起きた、これだけは覚えておけ。俺が新選組局長になった暁には古参だろうが剣の腕が立とうが容赦しねえ。俺の方針に従わねえやつは全員粛清する。いいな。ヤクザじゃねえか。あんたもただの狂犬で終わりたくなかったら平助のように身の振り方考えるんだな。行くぞ。いや、なんか東堂くせ者だな。あいつの立ち回りなんか鍵になったりせんか。今後一旦寺田屋に戻ろう。ああそうだった、お寮に聞きたいこともあるしな。お寮ちゃん、そうだよね、向こうの坂本龍馬の方をかばって。なんか会うの怖いな、気まずいな、めちゃくちゃ。お寮に聞きたいこともあるしな。あ、こっからまた自由行動か。起きた、元気出せよ。いや本当にそうだな、なんかねえ、同じなんだろう、目的を持ってるというか、一番信頼できる人になってしまったね、起きたが。まあ沖田の事情は長倉と同じだから、長倉もこっちについてくれるはずなんだけど、あいつどこいんだ。なんか最近姿見ねえな。袖でも取りに帰ってんのかな。局長は結局トンショにはいないんだよね。トンショで話がある、言うとったねっつって伊藤さんを変えさせたけど。ははーんで土方もいないのか今。
なんかこんな時にいねえなあいつ。もう別にトン署には誰も他の幹部は今はいないな。じゃあ戻るしかないか。あーでもなんかちょっと寺田屋に戻んのは次回にしたいな。これなんかまあ俺の事情もあるんだけど、あの新選組の、あ、ちょっとあれ見せようかな。新選組のトン署でやるバトルダンジョンやれる状態で終わりたいんだよね今回。なんか沖田を連れてたりとかさ、ショーとショーの間で終わったりしてるとバトルダンジョンできないのよ。これ進めて武器もっと強くしたいんだけど、武器強くすんのにこれで素材をたくさん集める必要があるのね結局。だもっとこれ以上強くなろうとしたらバトルダンジョンさらに深くまで行かなきゃいけないんですけど、今ね一番最初の野党の洞窟は全部クリアして、その後に出現した義賊の廃校も全部クリアして、3つ目の豊臣家残党っていうところになってんですけど、なんかここまで来たらめちゃくちゃ敵が強くて、もっともっと強くなる必要がある感じになっちゃったのね。まだこんだけあるんだけど、だからそうね、ちょっと寺田屋に戻る前に一旦今回は終わりにさせてもらおうかな。ほんで兵士が今こんな感じですね。最初にもらった品田が結局強くてずっと使い続けてるのと、日村がすげえの。何がすげえかって、そうなんかね、画面内にいる敵を全員撃ってくれるっていう技を持ってるんだけど、それがすげえ便利でチャージ速度も速いので、日村に一番助けられてるかもしんない龍が如く5の収賄でかね。っていう感じでバトルダンジョンは進めさせてもらってます、勝手に動画撮ってない時にね。っていう、まあなんか別にこれは本当にひたすらダンジョンに潜って戦い続けるだけのコンテンツだから、実況の中でやるような感じじゃないんだけど、ちょっと中間報告ですね。あー、じゃあなんかどっかでサブストーリーとかやってもいいかもしんないな。なんか久しぶりの寄り道だもんね。ここしばらくはずっと流れでストーリーガンガン進めてきちゃったから、サブストーリーでも探しましょうか。じゃあちょうどこのトン署の近くにね、新選組のトン署の近くにそれっぽいのがありますよ。あの二人そうでしょ、本当にいたんだってば。ん？クマ少年？ねえ信じてよ、本当にクマがいたんだってば。何？クマだと？本当ならば危険な話だな。クマが出た！本当なのか？話しかけてみよう。ねえ信じてよお父さん、本当に本当にクマがいたんだって。お前な、もうちょっとマシな嘘がつけないのか、狼少年みたいな。クマ少年そういうことかこの辺りでクマが出るなんて聞いたことがないぞ。どうせまたこの前と同じような嘘ついてるんだろ。嘘つきは泥棒の始まりだ。うん、いつもそういう感じの嘘ついちゃってんだね狼少年いい加減にしないと怒るぞ。この前は嘘だったけど今度は本当なんだよ。おいおい、本当なのか、そのクマが出たというのは。ええ、うん、僕この目で確かに見たんだ、本当だよ。ふむ、どんなクマだ。市民の安全を守るのが新選組の仕事だからな。あれでもコミカルな BGM になっちゃったぞこれ本当か。ねちょ、あー、これ龍が如く5に出てきた巨大グマのモデル使い回そうとしてんな。いるもの今背後に。ちょうど背丈はおじさんより大きいくらいで、全体的に黒くてがっしりしていて強そうで、ふむふむ、他には。そうだな、ちょうどおじさんの後ろにいる人みたいな感じで、うわうわ、だいぶ前からいたぞ。ひー、本当に出たー。あ、おこれやるのか。まったく急にどうしたというんだ。お前話聞いてなかったのか。俺の後ろの人とかなんとか言ってたが、
うおぉ、クマじゃないか。うわぁ見覚えあるわ。なんで立ちの悪いクマって。え、ちょ、さすがに素手でやれねえよ。拳銃、剣、どっちだ、銃か。いてぇ強い。ちょっと待って、結構ダメージ受けてんだよ今。寺田屋帰りで回復して、おーが、いけー、うおーがー、よし、ガードはできるな、あいつの攻撃。いてぇ、くそ、ガード、うわ、ガード効かねえ攻撃もある。よいしょ、これでかわしてから安全に切る。これだな、かわす、横に転がってかわして切る。うわー、いてぇ、いてぇ、食らっちまうよ、攻撃範囲がでけぇよ。痛い、潰される、横に転がっても潰される。もうゴリ押していけ、もうちょっとだ、よし。あー、えらい目にあった。まさかクマと戦うことになるとはな。すごいや、お侍さん、クマを倒しやなんて信じられないよ。このクマを素手で倒したんだからな。龍が如くファイブの時の冴島。侍ってすごいんだね。僕も侍になればクマを倒せるかな。龍が如くファイブの脱獄坊主がね。さあどうだろうな。まあクマにもよるが倒せるんじゃないか。そっか。よし、僕も侍になる。いつかお侍さんみたいにクマをやっつけるんだ。バカ、いきなり何を言ってるんだ。すみません、うちの息子がその上危ないところを助けていただきまして。これは少ないですがお礼です。受け取ってください。お呼ばれ帽子、装備品だ。ねえねえ、お侍さん、どうしたら強い侍になれるの。そうだな、とりあえず嘘をつかないことだな。そうなんだ、わかった、もう僕嘘をつかないよ。じゃあね、おじさん、いつか強い侍になるから、そしたら勝負してね。ふっ、楽しみにしてるぜ。いや、このクマどうすんだ。しかし、置いとくな。しかし、クマと戦うなんて初めての経験だったな。物騒な世の中になったもんだぜ。なんかあっさり終わった。戦わされて。クマの肉で料理したりしようよ。ある感じで。今手に入れた装備は、お呼ばれ帽子。ああ、サブストーリーを探知。なるほど。サブストーリーが発生する場所がわかるってことだね。まあ、サブストーリーも残り、あといくつだ？うわ、あと8個しかねえ。そういえば、ここにあの時のアグリさんがいいんだよね。これもしかして、入ってくれんのかな、3番隊。斎藤殿。お前は、アグリじゃないか。どうかしたのか？スーツとはうまくやってるのか？ふふふ、うまくいってるでござるよ。それもこれも斎藤殿のおかげでござる。聞くところによると斎藤殿は大使を探して、やったー、腕は確かだからな。アグリさん、歩兵をしてるそうでござるね。ああ、まあな。斎藤殿には世話になったでござる。もし拙者でよければお手伝いするでござるが、やったー、大服着てる。アグリさんが。まあ、使うことはないかもしれないけどね。ああ、技の充填速度上昇か。ああ、悪いが少し力を貸してくれ。任せるでござる。きっちり恩返しさせてもらうでござるよ、斎藤殿。斎藤隊長な。敬語使えよ、今度から。よし、じゃあまあサブストーリーも残り少しですけど、まあ、次回は普通に寺田屋行こうかな。一旦寺田屋に戻るとしよう。お寮にも聞きたいことがあるしな。ですね。まあ普通にカゴも使えるから道中でイベントが起こったりはしないでしょう。ああ、じゃあまた次回ですね。いや、なんかすごい情報量だな、ここ最近。
結局偽龍馬は兄弟ってことでいいんだよな。多分顔こそ見えなかったけど、うん、また次回楽しみにしましょう。ありがとうございました。